はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。5時を回りました。2月19日の日曜日でございますね。時事.com に困難が出ました。今日のですね、15時38分といいますから、今から1時間半ぐらい前に出た記事です。時事.com、 北朝鮮で餓死者続出、核ミサイルより民生重視を韓国統一省、韓国統一省関係者は19日、北朝鮮について最近餓死者が続出するなど深刻な食糧難にあるとの認識を示した。北朝鮮は今月下旬に農業問題を討議する朝鮮労働党中央委員会総会を開く予定。昨年の新型コロナウイルス流行に伴う地域封鎖に加え、食料の流通で国家の危機を強める措置を取った影響で食料事情が悪化しているとされる。韓国の聯合ニュースは先に南北軍事境界線付近の比較的裕福な都市であるケソンですかね、海上と言いますけども、でも1日数十人の餓死者が出ていると報じた。まあそのニュース読んだような気がしますね。統一省関係者は米韓合同軍事演習などに対抗して軍事的緊張を高める意向を示唆した金与正党副部長の談話に関し、現在の情勢悪化の原因が自らの核ミサイル開発にあるという点を忘れ、韓米に責任転嫁していると批判。住民の生活と人権を度外視した挑発と脅しを続ければ、国際社会から孤立を深めるだけだと強調したというか、これで終わりなんですけど、国際社会からもう極度に孤立してるんですよ。これ以上の孤立なんかないやんと思いますよ。で、昨日もミサイル撃ったでしょ。で、北海道の沖に落ちましたけど、あれおそらく一発撃つのに費用は数十億円、下手したら100億円ぐらいかかってるんちゃうかなと思うんですよ。で、その分ね、国際市場でですね、トウモロコシを買えばですね、多分国民がですね、餓死するような人は出ないと思いますよ。100億円分ぐらいのですね、トウモロコシ買えば、国際マーケットでトウモロコシって飼料なんですよ。いや、牛肉はそうなんですまあでもね、人間が食えなくないわけですよ。昔ね、日本がね、1945年に戦争に負けてですね、海外からですね、およそ200万人の人が引き上げてきたんですね。で、その彼らも入れてですね、要は食えないわけですよ。食料が足りない、わけでして、全然足りひんやと。で、昔はね、朝鮮半島で米作ってたんですけども、朝鮮半島の人たちに十分残して余剰をね、日本に送ってたんですよ。台湾もそうやったかな。で、それも入ってこなくなったわけですね。どうなると圧倒的に足りない。で、アメリカに何とかしてくれやってさ、よっしゃ、わかったっつってですね、アメリカが何を送ってきたかというと、資料を送ってきたんですよ。で、私たちの父親の世代はですね、父母の世代はそれを食って食いつないだんですね。で、食料醸造さんやって勤めてですね、私の子供の頃まではですね、家に米国手帳がありましたよ。で、米買うのはですね、基本的に配給制なんですね、が残ってたんですよ。まあもう形だけでしたけどね。ほんで、米というものはですね、この米屋でしか取り扱えなかったんですよ。どうでしょうね。私が高校生ぐらいになってですね、スーパーマーケットで米が買えるようになったような気がします。そうなの。そこまで配給制度が残っていたわけだって、日本もそういう時代があったんですね。でも、日本政府はですね、なんとかしてくれって言って、アメリカに頼んで、
な資料でも送ってもらったわけですよ。まあそれでもね、食べ物がなくなって食え、あの足りなくて亡くなるよりも死ぬよりもマシでしょ、で、北は何やってんやろということですね。もう国民が食うや食わずでですね、ケソンといえばですね、割合ですね、あの南に近いところで、あの辺はまだ食料需要がいいはずなんです。あの北朝鮮の中でですね、一番食料需要が悪いのはあの右上にある方なんですね。あのロシアに近い方、あの辺はものすごく何も取れないところなんですよ。だから人口も希薄なんですけども、南に近くなるほど良くなるんですね。平壌の近くはまあまあですね、あのお米も取れるようなところです。なんで女お金があるんやったらね、国際マーケットでね、まあ、トウモロコシが一番安いんですけど、そう、まあまあ、麦でも米でも買うたらええやんと思うんですけどね。で朝鮮半島ね、基本的に、お米が行産取れない南側なんですよ。今の韓国なんですね。で北側はほとんどですね、こうそういった穀倉地帯というものがないところなんです。で昔は日本時代はですね、北で工業を起こしてですね、で南で食料を増産してということで、まあ、朝鮮半島一つでしたから日本時代は、まあ、それでバランスを保っていたようなところがあるんですけども、南北分かれてしまったんでね、北は慢性的に食料が足りないんです。慢性的に食料足りないからですね、工業を起こしてそれで物を輸出してですね、外貨を稼いで、その外貨で食料を買えればよかったんですけども、あの社会主義をやってしまいましたんで、全部その工業を潰してしまったんですね。日本時代にはものすごくいい工場がいっぱいあったんですよ。それを片っ端から潰してしまって、今はただの貧乏な国になった。で国民が慢性的に飢えてるという状態になってました。で、ですね、金王朝三代目のですね、あのボンクラのボンボンがですね、ボンボンのデブがですね、あのブー太郎がですね、三男ブーがですね、あんなミサイルばっかり撃ってでしょ。あんなミサイルのね、2、3本節約したらですね、国民は飢えなくて済むんですよ。でもそんなことも全く考えない、そんなことよりもミサイルということであって、速やかにですね、金王朝は終わるべきだと僕は思うんですよ。まあ世界中の人がそう思ってるんですけども、それでもってですね、その国民をとりあえず飢えさせない、食わせるということを優先すべきなんですけど、それをやってる節は全くないです。で、同じようにですね、1990年代苦難の行進とやつら時々言いますけど、ものすごく食料がなくなった時あったんですね。あの時よりも今の方がひどいって言われてます。ケソンみたいなところでですね、餓死者が出るなんていうのはもうよくよくのことだから、北の方は出るんですよ。北の方は出るんですけど、南、比較的南側のケソンとかでこう餓死者が出るってよほどのことです。で今救いはですね、その中朝国境の物の行き来がですね、ちょっと盛り返してきてると。中国ゼロコロナやめましたんで、少なくとも中国側から閉ざすということはしなくなってると思うんですね。で北からももう今はそんなこと言ってない、言ってられないんで、だから行き来するとそこでですね、わずかなものを中国に持ってて、それを売ってですね、お金に換えて中国から食料を持ってくるみたいな、簡単にはそういう図式のことができるんですね。だから徐々に回復していくとは思うんですけども、なかなかね、その戻れないんではないかなと思います。そんなことよりもね、あの三男ブーが行いを改めてですね、とりあえずミサイルはしばらくお休みしてもええからって、これでトウモロコシ買えっていうふうにしてですね、20億でも30億でもね、100億でも200億ならしゃあいいんですよ。この前ノルウェーやったかなの銀行にですね、猫ババ、盗んだですね、ビットコインみたいなが差し押さえられてましたけどね、あれでね、ああいうことずるやってね、悪いことをしてですね、年間何百億も稼いでるんですよ。ってか盗んでるんですよ、北は。その一部でも回したらええやんと思うんですけど、本当に。だからやっぱりね、そのうち国が滅びると思いますっていうか、少なくとも今の現体制はですね、滅びてほしいですね。できるだけ早く。だからですね、もうね、民衆が蜂起するなんていうのはないですから、もうクーデターですよ。
空でですね、サンダーブークにちょんとやってですね、で、なんとかして、なんとか、しばらくですね、中国に管理してもらうとかしてですね、でないとですね、北の人たちは救われませんね、ほんまにね。よその国のことなんでね、あれですけど。はい、ということで、このですね、gg.com のアドレスを一応貼っておきますね。確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。